修士とは、下位の学士と上位の博士の中間に位置する学位で、学士、または、それと同等の学力を認められたものが、高等教育機関において、修士課程を修了することにより授与されるものである。修士と博士の中間に研究修士という学位も存在する。英語圏では、マスター、ドイツ語圏では、マギスター、または、マギステル。 中華人民共和国や大韓民国や台湾などでは、広志氏などとも言う。また、同等学位を複数保有することを、ダブルディグリーと言うが、特に修士号を2つ保有することを、ダブルマスターとも言う。個人が2つ以上の修士課程を修了して、ダブルマスターとなる場合や、大学院等で協定校の学位を同時取得できる、ダブルマスタープログラムを修了してなる場合がある。日本では、 修士の学位は、学校教育法の第68条の2に、修士の学位として、大学院を修了した者に博士せ、または、修士の学位が授与される旨が規定され、さらに、学位規則第3条において、大学院修士課程を修了した者に、修士の学位を授与することが規定されている。また、同規則第6条の2において大学及び、 大学院に相当する教育を修了し大学評価、学位授与機構による審査を合格した者に対して、同機構より修士の学位を授与することが規定されている。現行では、大学院の修士課程や博士全期課程を、修了、一貫性博士課程を修士学位取得退学することなどによって授与されている。なお、高度専門職業人育成を目的として、創設された、 専門職大学院修了者に対して授与される専門職学位においても専攻名のもとに修士という学位が授与されるが便宜的に同じ名称が用いられているに過ぎず通常の修士号とは概念及び趣旨が異なる日本国内においてはその学生上医学部医学科、私学部私学科、農学部獣医学科、薬学部や学科の6年生学部を修了した場合 授与される学位は学士であるが、大学院へ進学する場合、4年生博士課程へ直接進学できる措置が取られている。ただし、修士の学位は授与されていないので、博士課程後期課程へ進学を希望する場合については個別の資格審査によって修士に同等と認められることが必要となる。修士の学位は、主に博士課程を受験する際の基礎的な要件で、 あるとともに、シンクタンク研究員や医療制約関係の分野や、理工系の分野での需要が多い。また、国際公務員の応募資格は、応募するポストと関連する分野での修士号以上の学位があることが求められることがある。資格、免許では、臨床心理士の受験資格として、心理学の修士の学位が必須であり、教員免許上の専修免許上の授業を受ける際にも、 修士の学位を有することが基礎資格になっている。最近では、文部科学省が高度専門職業人の社会的充実を急務としていること、生涯学習に対する社会の関心が高まっていることなどから、大学院に進学する人口が拡大し、修士の学位取得者がより増えることが想定されている。このような背景もあり、今日では、 社会人学生の受け入れを想定した社会人大学院というものも増加しつつある。また、修士の学位は文部科学省の定める専修学校設置基準にて専修学校専門家程教員資格としても認められている。また、自衛隊では幹部候補生試験に合格したもので通常は3位に、補せられるところを修士の学位を有するものは2位に補せられる。 院卒者試験を受験できるといった優遇を受けられる期間もある。修士の学位を有する者が増加していくことは、日本の研究人口が増加することであり、高等教育水準の向上によりあらゆる効果が期待される。修士号の英語圏表記である、マスターの頭文字を取り、M と大学院修士課程の学生のことを呼ぶことがある。また、学年と合わせて M 1、M1。 m 2などと呼ぶこともある。富山県立大学では、大学院の研究生を対象に、地域活性化への貢献をテーマとして、準修士コースを設定し、修了生に、準修士という独自の称号を授与している。この称号を受けた者は、同大学の大学院修士課程に進学した場合、在学年限及び単位認定において、準修士コースの単位をそのまま認定される。 ヨーロッパ修士とは、欧州委員会により進められる欧州連合の高等教育留学制度、エラスムス計画で主に使用される修士号。タニーの計算には、ヨーロピアンクレジットトランスファーシステム成績評価には、エッツグレーディングスケールが使用される。オーストラリアにおける修士号は、オーストラリア教育訓練省の定める欧州資格フレームワークにおいて、 レベル9とされる。なお、準修士とも訳される、グラデュエートディプロマ、グラデュエートサーティフィケートは、アクフレベル8と定義されている。イギリスでは、修士レベルの学位には、修士学位、ポストグラデュエートサーティフィケート、ポストグラデュエートディプロマが存在する。これらは、資格単位フレームワークにおいて、レベル7である。うち、修士学位は、 家庭学位と研究学位の二つに分かれ、前者はコースワークのみである一方で、後者は研究論文によって評価を受ける。ドイツでは修士号はドイツ資格フレームワークにおいてレベル7である。フランスでは修士号は国家資格フレームワークにおいてレベル I である。ありがとうございます。